フローレンス・フォスター・ジェンキンスは、米国のソプラノ歌手。ペンシルベニア州で生まれたフローレンス・フォスターは、幼い頃から音楽教育を受け、音楽留学を希望していた。しかし、父親が費用の支出を拒んだので、彼女は、医師で後に、夫となったフランクス・オントン・ジェンキンスとフィラデルフィアに、駆け落ちした。そこで、ピアノ教師をして生活していたが、 1909年に父親が亡くなると両親と全部から反対されていた歌手の道へ歩むのに十分な遺産を相続しフィラデルフィアで音楽生活を始めた。自らベルディクラブを創立して基金を積み立て歌唱のレッスンを受け初めてのリサイタルを1912年に開いた。彼女の演奏したレコードを聞くとジェンキンスは音程と リズムに関する感性がほとんどなく、極めて限られた聖域しか持たず、一音たりとも持続的に発生できないこと、伴奏者が彼女の歌うテンポの変化と白節の間違いを補って追随しているのがわかる。にもかかわらず、彼女はその型破りな歌いぶりで大変な人気を博した。聴衆が愛したのは音楽的能力ではなく、彼女の提供した楽しみであった。音楽批評家たちは、 しばしば彼女の歌唱を皮肉混じりに説明し、それがかえって大衆の好奇心を煽る結果となった。彼女は自分を名高いソプラノ歌手、フリーダ・ヘンペルやルイーザ・テトラツィーニにシューると考え、自分の演奏中にしばしば聴衆が笑い出すのをライバルが職業的な競争心からやらせているのだと思い込んだ。しかし彼女は批判に気づいており、 皆さん私が歌えないとおっしゃいますが、私が歌わなかったと言った人はいませんわ、などと述べた。彼女の歌唱能力は、バイドクリカ漢字による、後遺症が原因ではないかと言われている。フローレンスが、リサイタルで立ち向かった音楽は、モーツァルトやベルディ、アール・シュトラウスなどの一般的なオペラのレパートリー、ブラームスの作品や、ホワキン・バルベルデのカーネーションなどの歌曲に加え、 彼女と伴奏者が自ら作詞作曲した歌曲などを交えたものであった。彼女はしばしば衣装にもこり、時には翼のついた金ピカ衣装をまとって現れた。そしてカーネーションを歌う時には扇をはためかせ、紙に刺した大量の花を見せびらかしながら、聴衆に花を投げたものである。聴衆はもっと多く出演を望んだが、フローレンスは 少数の気に入った会場でたまにしか出演しないようにしていた。そしてニューヨークのリッツ・カールトンホテルの舞踏会場で年ごとのリサイタルを開いた。彼女のリサイタルに出席できたのは彼女の忠実なファンクラブの夫人とその他特に選ばれた人々だけであった。彼女は先望の種であった切符を自ら配布していたのである。1944年10月25日。 76歳の彼女はついに公衆の希望に応じてカーネギーホールの舞台に立った。期待が高かったため、切符は公演の何週間も前に売り切れた。フローレンスはその1ヶ月後、マンハッタンのセーモアホテルで亡くなった。フローレンスのレコードは2種類の CD で発売されている。人間の声の栄光とハイシーの殺人者である。2001年。 クリス・バランスによるフローレンスを扱った演劇がエディンバラフェスティバルフリンジで上演された。ありがとうございます。